ばんは。よいしょ。突然始めてみた。よいしょ。じゃーん。ソイカラが届きました。もう一箱あるけど、ちょっとくっついてるのが3個、3箱しか頼んでないかなと思ったら4箱頼んでた。ソイカラ、宅急便のお兄ちゃんが抱えてきた。待って、やばい、これめっちゃ割れてる、めっちゃ割れてる匂いがする。ほら明らかに割れてるよね、これ明らかに割れてる匂いがする。匂いじゃない、音。絶対割れてる。悲しいんだけど。ほらね。あ、でも意外と、あ、そうでもないか。いや、半分以上割れてるな。こんな感じです。いや、まあ昔のな、ものだからな。昔っていうか。絶対ずっと在庫にあったと思うんだよね。寂しさ、これ。あ、こんなアビバッパは、なんで4箱も買ったんだろう。美味しいけど4箱を買うほどではないかも。え？もうカラカラがないもん、割れてるから。めっちゃ割れてる。あれ、まあ楽しかった、よかった。雪降ってるんだ。うわ、肉はありがとう。いい、257件5000番台、ありがとう。肉、肉座本当だ。これ徳島県で作られてるよ。大塚製薬だからだ。すげえ。
福国は福国。それからそのままミシン兄弟なんだ。へえ。じゃあオラメンヘイ持ってこよう。オラメンヘイ飲まなきゃ。じゃん、大塚製薬、大塚製薬。CM いける？はい、歯にハマるこれ。ソイカラのいいところはね、罪悪感がない。だってこれで120キロカロリーで GI 食品。ありがとう。昨日はありがとう。曲げ法。東京遠すぎる。近づかないかな。なんかガラス瓶の MV の時もだし、昨日もだし、もう始発終電の洗礼を受けて。もう楽しかったからいいや。ソイカラの中身。3時のおやつ。それからの中身。チーズボール。どうやって作ってるんだろうこれ。でもここに横にうっすら線あるから、多分、うん、こうやって下にこうなってて粒入れて上にカポッとはめてると思う。今日ゆっくりできてない。今日ねもう朝からレッスンしてて、そう
半分頭寝ながら。でもめっちゃいいよ、四国のレッスンだったんだけど、高知と愛媛チーム、これ今週から始まるけど、もうこの徳島高松もめっちゃいいツアーになったけど、そのなんだろう、そのさ、改善点はもちろん毎回あるわけで、それをどん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 あっちのチームに伝えて、だから煽りとかもめっちゃパワーアップしてもらったし、 MC とかもなんかいろいろ改善してっていうものを作ったから、今日みんなでまたすごい、またパワーアップした公演になってると思う。ブラッシュアップ、ブラッシュアップでいい公演になるんじゃないかなと。もう私は行かないけど、思いはみんなで伝えて、あとはまひちゃんに任せて。ゆきりかが めっちゃ頑張ってます。みんな頑張ってるけど、チロありがとう卵。追加公演したいね、みんなで11人で公演したい。前髪伸びたな。前髪まこ。めっちゃ前髪伸びた。ちょっと普段はね、レッスンで MC とかまでやんない。MC なんかさ、レッスンとかでめちゃくちゃさ、固めてとか踊りやっても MC ってその場の一発勝負じゃん。だからちょっと MC もさ、MC と衣装と表情と照明と音響となんかいろんなものが合わさってる公演だから、どれも手を抜きたくなくって、 MC とか煽りとかまでちょっとみんなでこだわって作りました今回。うん、まあね、みんなの得意分野が違うから当たり前だけど、お互いいろいろ助け合いながら、うん、もう葵ちゃんめっちゃかっこいいから、ほんと惚れた今日も。みんなかっこいいけど、まあユニットとかもね、誰がどのユニットになるかとか楽しみにしててください。昨日のスーツかっこよかった。あ、本当？ありがとう、好評だった、嬉しい。見ました写真、スーツ現場の人は現場でも見たと思いますけど、いかがでしたか。昨日はスーツを着ました。大塚製薬元気はつらつオロナミン C、はあ、よかった、ありがとうございます。楽しかった。なんかね、普段着ないからそのパリッとした服だから、もうなんか気分も変わって面白かったです。
それ聞きますよ。聞くとかじゃなくて、もう私ジュースだと思って飲んでますよ。高松公演の最終日にはちょっとメンバーにオロナミン C 差し入れしましたよ。オロナミン C やったらみんな元気出るから。一日一本なの？あ、そうなんだ。まあ、カフェインとか入ってる。もう本当はね、なんかいちご大福とか差し入れしてないんだろうけど、そんなお金はなくて。ポスターファイル買ってよ。あ、本当？ポスターファイルいいよね。めっちゃいい。炭酸の麺から飲み水の麺、そうなんだ。元気発だと。なんかさ、炭酸飲めない人の気持ち私わからないんだけど、すごいいい例えを最近思いついて、抹茶飲めない気持ちなんだなって。私抹茶飲めないんですよ。でも抹茶好きな人ってさ、いや抹茶飲めないとか本当に意味がわからない。何お茶は飲めるのになんで抹茶はダメなのみたいな、そんなテンションで来るじゃないですか。でも私はいや違うからって、抹茶は無理だからみたいな感じなんですよ。だけど私はでも炭酸飲めない人の気持ちはわからないけど、私が抹茶飲めないのと多分一緒なんだろうなって思います。合ってる？抹茶も炭酸もダメな人はもう どうすればいいのか分かんない。どうなんだろうか。抹茶ラテもダメだね。炭酸飲めないとビールも無理。まあ確かに食堂が燃える感覚。そうだね。抹茶スイーツもダメ。私抹茶ね、なんか抹茶食わず嫌いかなと思ってて、でなんか高校の時にバレンタインにその友達とさチョコ交換するじゃん。その時に友達が抹茶のチョコを作ってきてたので、なんか友達が作ってくれたし、ちょっとこの機会に抹茶いけるようになりたいなと思って、友達が作った抹茶のチョコを食べたり見たの。そしたらダメだった。友達の前だけども、あごめんちょっとごめんねって言ってごめんねしたんですよ。本当にダメなんです。どうするとか言って。何がダメなのか分かんないけど、なんかダメなんだよね。こんにちは。ビール飲めなかったらどうするの？飲み会とか。いっぱいね。ハイボールとかにするのかな？でもハイボールも、あ、でも、炭酸で割ってないやつ。何飲むの？お酒。炭酸ダメだったら一杯目は。緑茶めっちゃ好き。ウーロンハイ。あー、ウーロン茶。なるほど。緑茶好きよ。ウーロン茶も好きよ。疲れんか。チューハイです。カシオレ。一杯目から？かわいいな、それは。あ、そうなのか。ソフドリね。緑茶好きよ。これ綾鷹とかでしょ、緑茶って。綾鷹好きだもん。でもそのお茶屋さんで出てくるそのガチのお茶は飲んだことないから分かんないけど、シークワーサーサワー、え、分かる分かる。私もさ、シークワーサーサワーってあんま置いてないじゃん。だけどさ、シークワーサーって美味しいよね。私シークワーサーめっちゃ好きなんよ。そう、シークワーサーを食べるっていうか、シークワーサー味のなんかものが好きなんよね。そう、
わかるわ。ライムとか好きでしょ。私ライムとかめっちゃ好きなんよね。で、レモンダメなんよね。だけど、ゆずとかライムとかは好きなんよ。シークワーサーとか。シークワーサーって美味しいよね。こんにちは。パチのお茶飲んだことない。瀬戸内レモン、いや、レモンがダメっていうか、その唐揚げに絞ったり牛タンにつけたりするレモンは好きなんだけど、レモンサワーはあんまり好きじゃないの。なんかそのレモンは飲めない、食べるものだから。なんか私も結構ウーロン茶とかで済ますタイプなんだけど、でもさ、1杯目をさ、その「あ、ウーロン茶で」とか言ったらさ、え、飲まないの？みたいな感じになるじゃん。あれが嫌なんだよね。別にその飲まないのとかじゃなくて、なんか別にどっちでもいいんだけど、なんか飲まないのとかじゃないんだよねみたいな。わかる？この気持ち。このあのやりとりあんまり得意じゃないです。なんかあるの？みたいな。 いや、もうないけど。何の話してんの？まだ3時ぐらいなんですけど。ポスターファイル、メリケン用のポスター入らなかった。あれはでかいもんな。あれはでかい。あれは額縁買わなきゃね。わからんかん。こんにちは。いや、基本2個入りよ。ほら。ビービー弾。何時まで配信する？ねえ、20分ぐらいかなと。特に目的はないんだよね。それから届いたから見せたかっただけ。
かな。長い。切ろ。このここだけ伸びる、この真ん中だけ。5ミリも切らないよ。こんなもんかいね。切った前髪視聴者プレゼント絶対いらないじゃん。怖い。でも前髪大事なものだからな。推しメンがとっても大切にしているものといっても過言ではない。鏡ない、ショールームの画面を鏡としてる。だから動かないで、みんな絶対揺らがないでね。前髪あるのが羨ましい。まあね、作ってるから前髪。でも私もう生え際がここなんだよね。この辺がいいかったな。お、結構うまくいったのではないかな。お、良いのでは。よし、ゲマルかな。ちょっと鏡でチェックしていくよ。よいしょ。お、悪くないね。あ、俺の名刺忘れてた。おい、3293人めっちゃ見てるね。なぜなぜって、なぜっておかしいけど、どうした、みんな何してんの。めっちゃ50人ぐらいの仲間でバイバイでひっそりとやるつもりだったけど、いつの間にか人数が増えてる。どうしたみんな、暇なの。休憩してる、仕事してる、有給
勤労感謝しちゃうんだ、みんな。サボってる。マックでコーヒー飲んでる。暇なのか。ここにサボってる、ここにサボってる人がいまーす。上司、上司の方、ここにサボってる人がいまーす。給料泥棒がいまーす。摘発してくださーい。怒られた？あ、自分の上司かい。背後に気をつけながら会社で見てる。後ろに確かにバレるね、後ろから。後ろが壁だったらよかったけど。声大きい、ごめん。自分が社長です。お静かに。おろ、これクビになったら私のせいだ、部下です。クビになった？あー、じゃあもう福田商事に就職するか。カリンのショールーム見てて、同じ上司と部下いたら笑うよね。笑うし、でも会社の同僚とかで来てくれる人いるよ、全然いるよ。同じ会社なんだよねだから、会社の上司が好きで、で俺も STU 好きになってみたいな、一緒に来てんだよねみたいな人、まあいるよ。私のファンでも何組かいるから、全体的に見るとめっちゃいると思う。いい会社だなとか思う。洗脳完了だよ多分。布教 CD 出るたびにいっぱい家に届くじゃん。それを多分布教して、そうファンにしていくっていう。で一瞬おととぼを見つける。でも助け合えそうじゃない、なんか。すいません、次僕の推しの生誕なんで来週仕事変わってもらっていいですか。あ、 OK、 じゃあ半年が俺の推しの生誕だから、その時もし被ったら頼んでいいみたいな。できそうじゃね。離れも綺麗になった。あれだよね、だいぶ綺麗になった。こんにちは。カリンをみんなで押す会社作ってって。おもろいねそれは。絶対猫を社長にしようよ。猫が一番、会社のヒエラルキーは猫。頂点に猫。下が人間ども。地球か、いいね。福田ロスさんの面接の予定ない、もう次は。めっちゃピーポン来る。ねえ見て、これもらったの。そういや、よいしょ、じゃーん、ナイスタウン、ナイスタウンもらったの。知ってる？これ香川の人は知ってると思うけど、ナイスタウンっていうなんか雑誌、なんか香川のね飲食店とか、香川で頑張ってる人とか、なんか情報載ってるの。タウン情報誌、
そう、これ、ダイスタロンの編集部にご挨拶に行って、おととい。その時に、この最新号をいただいたんだけど、あのね、これ毎月出てるんだけど、なんと300ページの大ボリューム。ええー、300ページで550円だよ。安くない？しかもフルカラー。しかもめっちゃ情報量がすごい。めっちゃすごいわ。いや、これはね、この年末だから特別に分厚いんだって。でも普段は、300ページではないけど、普段からめっちゃ大ボリュームで、なんか美容院でさ、雑誌選ばしてくれるじゃん、どれにしますか？みたいな。で、香川の美容院はナイスタウン。もう多分一緒に訪れることが多いんだけど、普通のキャンキャンとか、そういうね、なんかビビとかと一緒にこれを渡されて、私はこれを読んでた、よくお店とか見てた。速報、香川の旬ネタニュース、今これ、今すぐ行きたい新店情報、みんなで選んだ今一番食べたい口コミランチ、丸亀市の街づくりを問う松永なんとか市長特別インタビュー、香川の街づくりを考える未来人 SDGs 連載企画ボリューム2、地域おこし協力隊インタビュー、ハッピークリスマス、今月のニュースな情報で SDGs。 最近 SDGs についてよくインタビューされるんだけど、あんまりうまく答えれないからな、ちょっと勉強しよう。なるほど。あ、イルミネーション、香川のイルミネーション、レオマウィンターイルミネーションは今年全国2位に選ばれた、中四国最大級だって。すごい、全国2位だって、レオマのイルミネーション。すごいって流行らしてるの福ちゃん、すごい 流行らしてる自覚はないけど、すごいってよく言ってるのは私。すごいでしょ、めっちゃいい。これケーキね、もらえるやつがあるんだけど、応募しようと思ってる。はがき買ってこよう。いつまでだ、応募。締め切り12月1日で必着だから、12月1日必着ってことはいつ出したらいいんだ？あかり。ナイスタウン12月号クリスマスケーキ応募券、どれにしよう？キャラメルノア、ショコラルビー、香川ホーリーナイト、生クリームシフォン、ノエルブラン、ショコラノエルクルー。これがいい。メリークリスマスいちご大福。いちご大福がいいなぁ。生クリームデコレーション。ピスタチオのリース。ノエルサンタ。サンタの森。スペシャルモンブラン。クリスマスいちごタルト。うわぁ、いちごタルトいい。ホワイトベル。パパノエル。わぁ、これいいなぁ。クリスマスケーキ。いちごのムースタルト。ベークドチーズケーキプレーン。次の日いただく。どうしよう。今迷ってんのはね、いちごタルト？ 5,500 円もするんだ。5,500 円のいちごタルトか、4,100 円のいちご大福。もう、15センチこれぐらいか。だからでっかいいちご大福。15センチのいちご大福ってでかくない？ 15 センチってこれぐらいあるよね。15センチ、だから手のひらサイズぐらいのいちご大福で、その上にサンタさんとか乗ってるやつ。どうしよう。どうしよう。緊張してくれじゃなくて、迷う。いちごタルトもいいな、でも。いや、
いちご大福にしよう。大福のでかいの食べてみたいもん。ナンバーセブン。ナンバーセブン。店名、夢、カボ、宝。できた。ちょっと紙面だから見せれないけど、こう当たったら見せるわ。あ、ハサミあっち置いてきちゃったか。あれ、前髪切ったハサミどこ置いた。あ、これ切り取ってハガキに貼らないと。食べてみたくない。15センチのいちご大福なんてだって見たことないじゃん。食べてみたい。興味あるでしょ、みんなも。よし、これを後で切って貼って送ろう。当たるかな。やっぱでもこういうのって地元の人の方が出るのかな。香川の住所にしとこうかな。中のいちごもめっちゃでかい。どうなんだろう、気になる。それも切ってみないと分かんないから。だからもしこれが当たったらショールームで食べるよ。我慢できればね。ショールームするまでに我慢できなかったらごめん、食べてるかもしれないけど、多分我慢できる。22歳だし我慢できるはず。てかこんな杞憂に終わるよ。トラヌタヌキの川山陽ってやつ当たってから考えるわ。杞憂に終わらぬように、当たりますように。出すの忘れませんように。こういうのだいたい出すの忘れるから、出すの忘れませんように。みじん切りとかあんの、いちごの。どうなんだろう。普通は、そう、普通はさ、これぐらいじゃん、いちご大福。だけど、15センチだから、3倍ぐらいはあるんじゃない。それで4100円だから、いちご大、4100円のいちご大福なんて。8人前なの？やば。タカラのいちご大福、マジでうまいの。マジでおすすめ。一回日刊現代かなんかの取材で私おすすめしたことある。切っている。いらないのかな、わかんない。郵便局を持っていけばいいよね。郵便局で書く。住所メモ。福田さんのうどん好きが伝わる写真が必要。やばい、アンケートで福田さんのうどん好きが伝わる写真をくださいって言われた。ある、持ってる、みんな。福田さんのうどん好きが伝わる写真、ショールームのスクショ以外で。ちょっとあったら福メールで送っといて、今日中に。今日中ってか今福メールで送っといてくれ。うどん好きが伝わる写真。うわ、みんな探しに行っちゃった写真。自分のカメラフォルダーめっちゃスクロールしてるな今。あ、じゃあちょっとその写真を待つということで、そろそろ終わろうかな。そろそろ終わろうかな。はあ、ゲゲ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 リラ配信でした。うどんの日が伝わる写真探さなきゃ。ランキングもリンゴ、あかり、徳田あかりちゃん、かわいい、大好き、配信ありがとう。こちらこそ、あいがほ。
眠たくなるね。なんかお昼お腹いっぱいだった。りょうにゃありがとう。この時間で見るの嬉しい。あ、よかった。後ろの山は滝のゆみこちゃんです。ほわん、ありがとう。あ、によし、ありがとう。かなぶん、ありがとう。よしがき、くちゃんの配信見ながら、仕事しながら、子供のためにディズニーランドのチケットを必死に取ろうと頑張ってます。なんかそういうエピソード私マジでキュンとしちゃう。何それ、子供のために必死にディズニーチケット取ろうと頑張ってるお父さんとか、もうファンキーモンキーベイビーズじゃんの歌詞にありそうなんだけど。はぁ、ダメだ、浸っちゃった。王魚イエローフィッシュありがとう。徳王ありがとう。わかるわかるよね、それな。かんちゃんありがとう。 E257K5000番台ありがとう。ポクレンパサランありがとう。テルちゃんありがとう。シロ今日めっちゃ寒い、お互い風邪ひかないようにしようね。それな、ちょっと回路張るレベルだよねこれは。寒すぎる、冬到来ですね。はい、というわけで皆さん突然ですが来てくれてありがとうございました。私が福田マーケットで瀬戸内って言ってください。おにわさとふくだストーチー、三度の飯はうどんで決まり、香川県出身のくちゃことくだかいでした。皆さん、今日も一日ありがとうございました。お疲れんこ、おやすみみずみです。バイビー、まあ、おやすみみずみはなんか、お疲れ、仕事頑張って、バイバーイ、ありがとう。メール送るね。